てえのか。忘れちゃ困りますぜ。綺麗な兄貴、助立ちします。おお、これは久しぶりにいい運動ができそうだ。気を抜くな。うわな、ちょっとちょやんでちゅる。桐生の兄貴、こいつがエド。ああ、タツカを殺したのもこの男だ。エド、話してもらおうか。タツカワってのはどういう男なんだ。なぜあいつを殺した。タツカがお前らにした裏切りってのは何だ。往生際が悪いぜ。答えろ。お前らはいつか必ず殺す。その前に俺がぶっ殺してやろうか。ありゃ、マスゾエか。マスゾエ。桐生の兄貴。オドレラ、ようやってくれたの。たった4人でアジア街を引っかき回してくれよった。どうなってる。なんでお前がこんなところに。陽明連合会の幹部か、中国マフィアとグルなのか。陽明連合会は広島で東条会と杯を進めてんだろ。なる。東条会と戦争してる中国マフィアはお前らにとっても敵のはずだ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。何。俺はな、桐生さん、中身は生粋の中国マフィア、最初から西洋界の人間なんだよ。なんだと。それじゃお前も達川と同じってことか。達川。達川は中国人の
ヘイハイスとかいう生まれだったって話だ。そして子供の頃から日本人になりすましていた。ああ、確かにそこまでは同じだよ。ただ、俺は達川と違って西洋界を裏切りはしない。お前らは一体何なんだ。広島で何をしていた。この状況であんたが質問できる立場か。お前らこそ何のつもりだ。このアジア街に殴り込んだ理由は何だ。今すぐ全員で死ぬつもりがないならそっちから答えてもらおうか。お前らが達川を殺した理由を聞きに来た。達川があんたに何の関係がある。達川は広島で沢村遥かって娘にハルトっていう赤ん坊を産ませてカムロ町に姿を消した。遥かは俺にとって娘も同然だ。沢村遥かがあんたの。そうか。それじゃあ尾道であんたと一緒にいたあの赤ん坊が。増すぞい、早くこいつらを撃て。何を持ちぶっている。落ち着いてくださいよ江戸さん。ボスが来てます。何？ボスが、なんでわざわざこんなところへ。